こんにちは。今回は水盤という、いわゆるお皿状の器ですね。こういう口が広い器に生けてみたいと思います。こういった水盤に生ける場合には、このままだとお花を入れてもですね、全部こう倒れてしまいますので、固定をするために剣山という道具を使います。剣山というのはこういったものですね、針の山ですね。ここにお花を刺すわけです。このように器の中に剣山を置いて、でお水を入れてですね、でそこにお花を刺していきます。今回使うお花はまずビバーノンといって、ちょっとアジサイに似たようなですね、グリーンの非常に美しいお花ですね。それからゼラニウムです。赤が非常に美しいお花ですね。これは切り花ではなくて鉢植えでよく売っています。そしてスチールグラスといって、線が細くて鋭い感じのする植物です。では早速生けてみます。最初に主材といって、作品全体の輪郭を作るような材料を選ぶといいと思います。今回はこのビバーナムを主材にしてみます。この水盤状の口が広い器に対して、低くですね、盛るような感じでビバーナムを生けてみたいと思います。低く扱いますので、こういうふうに短く切って使います。表情をよく見て、どちら向きがいいか、どっちの角度に傾けたらいいか、そういうことをよく見てですね、入れます。このようにビバーナムをたくさん入れて輪郭を作っていきます。で、この口の広いですね、横長の器に合わせて、あまりこう背を高くせず低くして、横に広がるようにですね、器にこう盛るように入れてみました。この時に一つ注意をしてほしいのが、塊と言ってもですね、本当にこう固めるのではなくて、こう間を空ける、空間を空けるということですね。ちょっと映像だと分かりづらいかもしれませんけれども、正面から見ると塊に見えてもですね、こういうふうにこう一個一個の間にはこう隙間が空いてるわけですね。こういうところが非常に、大事ですね。で、塊とは言っても、本当にこうギュウギュウ詰めてしまうと非常にこう窮屈な感じになりますので、間を空けるということを意識してみてください。では次に、このビバーナムで作ったグリーンの舞台にですね、この赤い色のゼラニウムを入れたいと思います。表情をよく見てですね、どの場所に入れたら綺麗なのかなっていうのを見ながらですね、この辺でしょうか。ここに入れてみましょうか。奥にももう一輪ですね、短くしたものを入れてみましょう。これで大体全体の雰囲気ができました。こういうふうにこう盛るように生けた場合っていうのは、ちょっとこれだけだとこう固まってですね、動きが重たく感じる、ちょっと止まったような感じがしますので、ここに少し動きがあるものを入れたいと思います。この細いスチールグラスの線をですね、入れてみたいと思います。器が曲線的な形ですね。ですから、このスチールグラスもですね、少しさばいて曲線的にこう少し柔らかいカーブを描くようにして、で入れてみたいと思います。この時も前後にゆったりと間が空くようにですね、気をつけてみてください。それから一本一本の線がこう重ならないように、はっきり見えるようにというのも意識してみてください。はい、完成です。いかがでしたか。今回はこういう口の広い水盤ですね、これに盛るように背を低く生けてみました。で、置く場所によってはですね、あまりこう背が高くできない場合もあると思います。例えば、食卓のね、テーブルの真ん中に置くとか、あんまりこう高く置くとね、相手の顔が見えなかったり邪魔になったりしますので、そういう場所にはですね、こういうふうに広がった器、水盤状の器にこう低くね、広がるように盛るように生けてみるのもいいんじゃないかなと思います。この作例をね、参考にして、自分なりの
ので生けてみてください。今後も動画を追加する予定ですので、面白かったと思う方はぜひチャンネル登録をお願いします。では今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。